さてと悪いな、呼び出して。急に演技練習に付き合ってくれなんて言っちゃったけど、忙しくなかった？ああ、まずはそこからだよな。説明するよ。実は今度エメカレでシチュエーション CD を出すんだ。それのリリースイベントで朗読劇をやることになってね。感謝の気持ちを伝えたくてっていうのがテーマの劇なんだけど、劇中実際にファンのみんなへ向けてメッセージを伝えるシーンがあるらしくてさ、そのシーンのセリフは俺たちで考えることになったんだ。まあね。それで一応自分でもセリフを考えてみたんだけど、どうにもうまくいかなくてさ、わざとらしいっていうのが自分でもわかるというか。それで少し特待生ちゃんに付き合ってもらって、そのあたりの違和感を解消できないかと思って。多分理屈で考えちゃってるせいなんだよな。テーマとキャラに沿ってセリフを考えるって思ってたよりずっと難しかったよ。インプロ、確かにそれなら少なくとも理屈っぽくはならないか。いいやん、ありがとな。ついでに悪いんだけど、相手役として付き合ってくれる？月日の流れって早いな。お前と出会って一緒に過ごすようになって、季節が巡って、今日が何の日か覚えてる？そう、正解。俺とお前が初めて会った日。当たり前だろ。出会った頃はそこまで意識してなかったけど、今となっては特別な日だからな。そんな特別な日だからこそ、お前に改めて伝えたいことがあるんだ。こんなこと、普段口にはできないけど、俺、お前のこと。月日の流れって早いな。お前と出会って一緒に過ごすようになって、季節が巡って、今日が何の日か覚えてる？こんなこと、普段口にはできないけど、俺、お前のこと。お前のこと、本当にいいやつだって思ってる。お前にそんなつもりがなくても、実際お前に救われたことは多分何度もあった。だから、その、いつもありがとな。それからこの先もよろしく。こんなこと、普段口にはできないけど、俺をいつも応援して見守ってくれるお前に、今日は感謝を伝えたかったんだ。この先も、俺はまっすぐ進んでいく。迷ったり、悩んだりすることがあったとしても、歩くことだけはやめられない。だから、これからも見守っててほしい。これからもずっと。
と。俺たちをよろしくな。特待生ちゃん、今日イベント来てくれてたんだって。ありがとな。ああ、あれ？あの日のインプロで言ったことが一番しっくりきたから、そのままセリフにしたんだ。プロデューサーも気に入ってくれてさ、ほんと、特待生ちゃんが付き合ってくれたおかげだよ。気づいた？この間のインプロは、なんていうか、特待生ちゃんに向けた言葉になっちゃったからさ。エメカレのファンに向けてのとは違うなと思って。あ、どうした？なんか顔が赤いような。もしかして風邪でもひいた？今日はあったかくして早めに寝なさいよ。なんなら看病しに行くから、辛かったら無理せず言うこと。な。